すごい、ウエスパイクパーみたいな。こういう感じになる。これ入れようと。これめっちゃ防水っぽいな。防水はすごいですね、マジで。防水すごそう。このままプールとか入っても大丈夫そうじゃん。これはね、今俺がしょってた。いや、今しょってるよ。じゃあ俺がしょって最初にしょってる。これちょっとしょってる。え、装備がすごいやつだこれ。だってもうこれまでついてる、腰のベルトまで。ほら、え、確かにこれも山、これ遭難しても大丈夫だね。腰のベルトついてる。マジでめちゃくちゃ面白い。うわ、こういうことね。いや、でもここまで下がってきちゃうから、なんか撮りたいって言ってさ。しかないじゃん、もう。わかる。こっちからさ、撮りたいって言って撮れないじゃん、ね、確かに。すごいわ、マジで。それで、一回スーツケース持ってみて。ボストンバッグとリュックが兼用できますってやつがあったよね。これは？これはリュック。これはリュックやね。これもリュックですね。あ、でもそれ1個だけだわ。それ1個だけだ。いや、青がある。青、あ、これこれ、あ、これ中に入ってんじゃない、なんか。あ、中にはチェーンが入ってんのかもしれない。入ってないね。入ってないです。忘れた。つける用なんだね、これも。これくっつける専用なんだ。じゃあくっつけない場合はボストンバッグ。くっつけない場合のボストンバッグなんだけどさ、でも持てないの。これはどうやって持つの。こうやって持ってるの。確かに持つ用には作られてない。これも引っ掛ける用にしか作られてないわ。なんか聞こえる、でも聞こえるで、なんか。え？中から。あ、え？あ、この中に入ってるわ、多分。入ってるわ。入ってるわ。うわ、リュックのここが出てきた。出てきた、ショートコード出てきた。すげえ、見て。こうなるのね。いいね、これ。ちょっと、これ取っていいね。マジで。いやけどさ、俺もさ、このリュック結構弱点あるね。これで
も開けるときはあれなんだね。え？リュックにするとき開けるときはちょっと。そうなんだよね。逆。あ、逆開け？しょっちゃう。いや、言ったら、例えばこれさ、これさ、じゃあこれ、もし引っ掛けますってなるじゃん。ね？このここに入れると、これ引っ掛けれるじゃん。向こうに。で、これ引っ掛けれるんだけど、ね、引っ掛けれるじゃん、こうやって。でもこれ、こっち開きになって、なんでこっち開きにしたかった？こっち開きにしてさ、あ、やべ、このままなんか出したいって時にさ、これバーンって開けたら、これ、ズザッて全部やって。はい。まずこっち側開きにしとけばさ、ピッてやってこう、こうやっていけるじゃん。なんでこっち開きにした？あ、でもこれはちょっと画期的だな。いいね、これ。ちょっとリュックは一番ちっちゃいやつが一番いいね。うん、ちっちゃいやつが。俺結構あの層目激しいやつも好き。リョウタのこれマジいいね、これ。一回持ってないじゃん。いやいや、これかっこいいなと思う。じゃあお前がそれ使うとしたら何ですか？何？もう今つけてるイクラの醤油漬けの瓶入れるぐらいしかない。やめてくれやめてくれ。これの付け方は全部付けないでそれはいや、あのちょ、こっちここにつけてもさ空港で枕に欲しいって言欲しいって言ってさ、はい、セカンドバッグが新しい使い方こういう時に入れておけば、例えばパスポートがね、こう、はい、パスポート、空港でめちゃくちゃガサツな人みたい。パスポートくださいって言われたら早い、早いパスポート早い。これさ、こう、手に持ってるからさ、手ぶらでもないしさ、例えばじゃあ携帯とかもこうやって持ってたとしたらさ、こう、あ、パスポート、やべ、パスポート出た、ね、これだとさ、携帯もここに入ってるしさ、はい、次の方どうぞ、あ、パスポート激しい激しい早くないびっくりするよね、こっちはこんな嫌いなんだ引っかかってんのね、取っ手じゃなくてタグだったもう、もはや、ね、というわけで、リュシュバックスさんサポートありがとうございます。楽しそう。これを使っていろんなとこ出かけたいと思います。